はい、今回は七五三の3歳ぐらいですねの簡単にできるヘアスタイルを紹介します。まずは頭の真ん中よりもどっちか片方大きくなるように、これコームとか使わなくてもいいです。もうあえてざっくり取ってもいいんですけど、まずはちょっとブロッキングから。3歳ぐらいで写真はあらかじめ撮って、あとお宮参りだけとかですね、そういう時にもうこれだけで可愛いかなと思います。まずこういう感じで中心よりちょっとこっちが大きくてこっちが少し少ないぐらいで撮ったら、一番下ここを真ん中で撮って左回しで、これも緩くでいいです。きつくじゃなくて緩くで、中には髪の毛の長さが短い人とかもいると思うんですけど、全然大丈夫だと思います。どうしてもパラパラ落ちやすい人なんかは、ワックスとかつけた方がいいかもしれないですね。で、ぐるっと回してこの先をアメピンで止めます。で、止めたら次こっち側、こっち側も、こっち側の場合は少しこっち寄りですね。で、こう取ったら、もう左回りで、ゆるーくゆるーくくるくるねじりながら、ちょっとここに高さが欲しいので、この辺りで、まあ、指でつまんだり、こういうので少し、まあ、痛くない程度にこう引っ張ってあげて、ところどころ細い、こういう感じでちょっとほぐしといてもいいです。で、丸めていったら毛先を丸め込んで、このまんまぐるぐるで、はめピンで土台、地肌のところで留めます。で、こっち側、こっち側も少し左寄りのところで割ったら、ここは右側に回転させます。ここも同じくゆるゆるにねじってあげて、ところどころ引っ張って、まあ、ところどころなんかこう、思いっきり引っ張ってなんか崩れすぎたような感じのを作っても可愛くなります。で、そのまんま
丸めてねじってこの土台のところで止めます。で、だいたいこうまとめてからがアップスタイルはの本番っていうか、そこからどう崩せるかっていうのがポイントなので、全体見ながら、まあ、スプレー使ったりとかしながら崩してもらって、で山菜とかだとこれ結構かわいいんですけど、こういうところ、まあ、例えばこんなところで非常にこう緩いのでこの中に通して、まあ、そのまんまねじったり、もうこれでも全然可愛くなります。でこういう崩しの中にもちょっとこういうところって閉まってた方がバランスの良くなるので、こう閉めた方がいいところとかはきっちりと前から見た時にたるんでないように締めてあげるのもポイントですね。ぜひ。あとはこういう感じで飾りもつけてもいいし、簡単なのでやってみてください。